皆さんこんにちは。スクイズ速報です。2020年にメジャーリーグでサイ・ヤング賞を獲得し、メジャーを代表する投手として活躍していたトレバー・バウアー投手。しかし2021年に訴訟を起こされ MLB から処分を受けてしまい、出場できずにいました。そして今年横浜 DeNA ベイスターズに入団することが発表され、大きな話題となりました。もともと1年契約だったこと、年俸のほとんど前に所属していたドジャースが肩代わりしていたこともあって、年俸面がネックになるとして、今オフの去就に注目が集まっています。国内外で争奪戦となることが予想されていましたが、ここに来て DeNA に残留することが決定的となっています。一体なぜなのでしょうか。そこで今回はバウアー投手の DeNA 残留が決定的である理由をご紹介していきます。バウアー投手は自身の YouTube チャンネルを通じて様々なことを発信し、選手としては中4日で回り、8月には月間 MVP を受賞するなど10勝4敗とフル回転 DeNA を支えました。シーズン終了後はオーストラリアで休暇を取り、一旦日本に帰国した後、10月31日に羽田発の航空機で米国に帰国しました。今後は米国でトレーニングを積んでいく予定となっています。去就が不透明となっているバウアー投手ですが、本人はメジャー復帰を望んでいるようです。しかし来季のメジャー復帰は難しいとされています。米ロサンゼルスタイムズ紙、バウアーはメジャー復帰を望んでいる、彼と契約をするチームはあるのかというショッキングな見出しを取った記事を掲載しました。ドジャースはプレーオフの地区シリーズで先発投手がことごとく炎上し、ダイヤモンドバックスに悪夢の3連敗を喫しました。その後バウアー投手の代理人のレイチェル・ルーバ氏が SNS にこのように投稿しました。気に入っていようが嫌っていようが、ポストシーズンでの先発投手こそが間違いなくドジャースに必要な最重要ピースだ。そして同氏はこう問いかけました。解雇された後にドジャースが年俸を負担することになってさえも、他のメジャーチームはどこも彼と契約しなかった。バウアーは日本で投げ、ファンは彼をオールスターに選出した。6回7回を定期的に投げられる先発投手、実質的に絶滅に近い時代の中、1月に33歳となるバウアーはこの冬メジャーリーグのオーナーたちに自身を売り込むことができ、どこかのチームが彼と契約するだろうか。さらに同氏はどこかのオーナーがあまりにも勝ちたいがためにバウアーを獲得することになるとは考えられない、 NFL レイダース元オーナーのアル・デイビス氏、もしくはそのような人物でなければそうならないと否定的な意見を伝えました。ちなみにアル・デイビス氏とは、勝てばいいが口癖で何振り構わず補強などに動く人物として知られています。同氏はバウアー投手がこの10月3日に性的暴行の疑いで訴えられていたリンジー・ヒル氏と和解したことなどについても、ドジャースのポストシーズン敗退後、アンドリュー・フリードマン編成本部長にチームはバウアーの解雇について再考があったのかと質問したことを伝えました。フリードマン氏は、我々はその時点である情報を持っていて判断を下していると語ったといいます。同氏はバウアーとの契約を考慮するあらゆるチームがドジャースが持っていた情報よりも重大なものは持っていないかもしれない、バウアーは犯罪告訴されなかった、ヒル氏は彼に対する接近禁止命令を得ることにも失敗した、それらはドジャースが知っていたことだと記しました。バウアーは和解金を支払うことなくヒル氏と和解し、無実の罪を晴らしたことを発表しています。記事はバウアーとの契約に興味を持つ GM は球団オーナーからの承認を求めることになるだろうとした上で、元球団社長の証言を紹介しました。その元球団社長はバウアーがメジャーのどこかの球団と契約することになれば驚きだ、契約チャンスは比較的小さいだろう、場所がどこであれファンからの抵抗は大きいと思う、チームはブランドや価値、特徴を猛烈に守ろうとする、獲得しようとしている選手がそれに見合った選手だろうかと語ったといいます。またバウアーからも謝罪はほぼないだろう、間違ったことをしていないと示そうと国中の裁判所で大金を使ったバウアーに対し、獲得するチームは過ちの謝罪を期待できない、彼の獲得に興味を示すオーナーは
バウアーに何らかの熟慮した言及を世間にさせるかもしれない。これは彼が昨年ロサンゼルス分裁判所の弁護士、彼に対する起訴を取り下げた時発信されたビデオの中で語られているとも付け加えました。これらの見解から来季のメジャー復帰は厳しいとされています。バウアー投手をめぐっては残留を求めている横浜 DeNA だけでなく、ソフトバンクなど複数の球団が調査をスタートして、水面下では争奪戦となっています。ただバウアー投手自身はデータ解析などの環境が整っていて、しかも YouTube 活動や SNS での発信などグラウンド外の活動も自由に認められている横浜 DeNA を気に入っています。ソフトバンクではそうした自由行動を許可できない可能性が高いというのです。大手企業であり絶対王者であるホークス、当然内部情報は秘密にしたいですよね。バウアー投手は沢村賞を取ることも目標としているだけでなく、自分のリストには DeNA を優勝させることも入っていると語っており、関係者の話を総合すると金銭的な条件面よりも待遇の良さを重要視し、メジャーからのオファーがなかった場合は DeNA 残留を最優先に考えているとされています。さらに DeNA 残留を決定付けさせるもう一つの理由があります。諸般の事情はありつつ、これほどの大物ピッチャーが NPB を舞台に投げることは前代未聞である。誰もが第一報を耳にした時驚愕したことでしょう。このビッグディールといえるバウアー投手移籍を実現させたキーマンは横浜 DeNA ベイスターズのチーム統括本部副本部長である壁谷修介氏です。壁谷氏は考えていたよりも時期は早まりましたが、いずれトレバーは NPB ベイスターズでプレーすると思っていましたと自信を持って語っていたほどです。互いにトレバー、シューと呼び合い、単に選手とフロントの関係ではないフレンドシップが2人にはあります。2人は以前から親交があり、共通の知人を通じて知り合ったそうです。壁谷氏は2019年頃にはトレバーいつか NPB でプレーしたいと明言していたんですと明かし、しかもそれはキャリアの晩年ではなく十分に力がある時期にと、ですから彼は本気で NPB に来ようと考えていたし、何かあればとは常に思っていました。とはいえサイ・ヤング賞を獲得したほどのピッチャーですし、まだしばらく先のことだなとは考えていました。しかし昨年末に風向きが変わります。 MLB からバウアー投手に課せられていた処分期間が短縮されたと発表され、壁谷氏はこれはチャンスだと思いもうアタックしたのだそうです。交渉におけるプレゼンテーションの資料は70ページ以上にも及んだそうで、壁谷氏は交渉の内容をこのように明かしています。代理人と話すと、正直トレバー自身まだ NPB でプレーするには早いという思いはあったようです。しかし我々としてはベイスターズに来たら野球の面ではもちろんビジネス面においてもメリットがあることを丁寧に伝えていきました。一緒にこういうことをやりたいんだ、今までしたことのない提案をたくさんぶつけました。キーフレーズはコラボレーション、外国人選手獲得交渉においてそのメインとなるのは金銭などの条件面です。バウアー投手の場合はそれ以外に付加価値をつける必要がありました。かなりタフな交渉だったことが想像できますね。2023年2月下旬についに契約合意に至りました。壁谷氏が時間をかけて築き上げたリレーションシップがバウアー投手をハマスタに召喚したと言ってもいいでしょう。トレバーに一番フィットする NPB のチームベイスターズだと私は思っています。壁谷氏は自信満々にこう答えています。これだけ DeNA とバウアー投手の間には切っても切れない深い絆があります。ですのでそう簡単にソフトバンクに引き渡すようなことはないでしょう。果たして元サイヤング賞投手の決断はどうなるでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。